こんばんは。じゃーん、みなさんこんばんは。広島行きたい、遠いコカに会いたい。なんとそうですね、広島のファンクラブイベントの発表もありました。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こいほー、この上なく、こんばんは、こんばんは。ねえ、あ、時差で聞こえるっけ、見とる。こんばんは。今日は火曜日なので皆さん、夜はラジオがありますよ。こんばんは、こいほー。勝率5割、ちょうど5割、2試合に1回は勝っておりますってことか。早川さんじゃないよ。もうみんなのお目当ては何なんですか。私を見に来たんでしょ。そうやっていつも。こんばんは、早川さんって言っとるよみんな。手振っとる、調子乗って手振っとる。こんばんは。広島のファンミも発表されまして、皆さん今日18時に発表があって、ファンクラブイベントの追加イベントがボリューム1の追加公演ということで、こんばんは。広島の、あの東京でファンミした時もぜひ広島でもやってほしいとか、広島に住んでる方は広島にやってほしいって言ってくれたんですよ、方もいたんですよ。 KLP に行く前に握手ができたらいいですね。ぜひ来てくださいね。それって広島でさ、うん、個別でお話できるもん、それが最後なのかな。そうかも、ね、ファンミで、ファンミの握手会がもう、そうですね、広島で会える最後の二人きりのね、時間とか最後の時間に なるかもしれないです。そこが行きたい、絶対来て。東京あれがあるね、25、池袋のさ、アニメート。ああ、アニメートはそうね、5月25日のアニメートの当たった人のね、最後の私のあれじゃない、 STU 最後の STU。 他のメンバーもあるよね。あるあるある、あれは抽選じゃけさ、みんな、そうなのか、みんなさ、当たることを願っとるって言って、私も言ってくれてた人おったんよ、うん、5月25、そう、抽選なんだあれ。そう、池袋投げてるけど当たるか分からんけ、もしかしたらこれが最後の挨拶になるかもしれないからバイバイみたいな感じで。最後それでも覚えてるからいいんよ、それの会話を。私はこんばんは、はい。もう最後か、あっという間ですか。うん、 MBS ラジオ、ラジコの有料会員になっとるよ。あ、なっとらんと聞き、あ、そうじゃね、私なってません。こんばんは。ツアーも、もう私は6回ぐらい、兵庫、香川、
2公演、愛媛2公演、広島2公演と追加公演で、最後もう6、7ステージぐらいですかね、ツアーだったら。こんばんは、来てください。今週末から始まる兵庫のツアー、あ、愛媛は1公演なんか、そかそか、香川も1公演、兵庫2公演、兵庫ツアー愛媛になる最後が。兵庫、兵庫、香川、香川、愛媛、広島、広島、あ、追加公演の広島。いや、全然広島しか行けない。ぜひ、もうありがとう、待ってるよ。久々の神戸のツアーに参り、ユンビリン卒業してから久々の。本当ですか。お見送り、え、お見送りしたいよ、したい、言っとる、したいって。なんか発表されてるんですか。そんなこともない。兵庫、香川、広島に行きます、待ってます。嬉しい。ぜひたくさんの人に来てほしいですね。笑顔ですよん。こんばんは。疲れた？頭がよくわからなくなったから、ちょっと明日やるわ、また。待って、私もわかる。どういうこと？私もその気持ちよくわかるよ。なんで？なんでそんなことなの？ん？え、いや、ちょっと分からんけど、言ってみただけ。そんなに頭使うことある？いや、あるよ、ある、あるの？おいしい。あ、お風呂が遮ってきた。でもね、私本当に頭を使ってなくて、もう口が動いてる時あるんよ。えけん、もうやばい、なんかもう緊張して頭が回らんって言いながら、もうめっちゃ喋ってんの、饒舌に。頭が回ってなくて口が動いてるときは、心に思ったことを口に出しとるときだ。そうよ。早川さんって、あなた、早川さんって元気よね、年の割には。なんかあるじゃん、なんかその一言とか。いや、それは頭回っとるよ。回っとらんから出ちゃいけない言葉が出ちゃうんじゃん。そうよね、回っとったらいつもそこので終わるもんね。うん、いつも元気よね、みたいな。よくあるよね、それないよ。今日はもう言っていいん、今日で言っていいん。今日言っちゃいかんかった。今日じゃないんやけど。今日言っちゃいかんかったわ、私がサボっとるから。ねえ、いや、私 あのマネージャー、マネジメントじゃけん。そうよ、今日マネージ本業だから。今日じゃないんだけど、今日じゃないんだけど、長島スパーランドに。嘘つき。あ、待って、え、なに、嘘つき。あ、違う長島スパーランドに行ったことある。私、カイコカは富士急に行ったから。富士急に行きました。間違えた。で、長島スパーランドはにも行ったことがある。私、カイコカは監修者、あれ、説明、私カイコカワは富士急アイランド、アイランド、島、ハイランド。富士急アイランドかハイランドか分からんけどに行ってきました。雨降ってました。めっち
ちゃおもろかったね。お風呂が炊きました。もう何もかもおもろかった。じゃあなんかさ SNS 撮りに行ったじゃん。うん、そう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 、 SNS 撮りに行った。あの TikTok とかね。うん、ちょっとマレーシアに言い訳ね、めっちゃ言い訳するよ、うん、マレーシアのファンの人たちが喜びそうな、なんだっけ、ん、あ、そう、写真をね、写真をね、撮りに行ったのよ。そう、お仕事です、撮影。ハイランドに、ハイランドって言う人おるんかな、ハイランドに。ついでにジェットコースター乗ったね。そう、ついでに。もう撮影があまりにも円滑に進んでしまって、あもう富士急で撮影、どうしても撮影したい撮影ものがあって、その撮影が大幅に巻いたけ、もうあのフリーパス買って先に辻褄が合わん喋れば喋るほど辻褄が合わん富士急でのお仕事してきました。富士急ハイランドフルネームで言う人がおらんらしいよ。富士急ハイテンション、いやもう超ハイテンションだったよ。もうね、私ねもうねムチ打ちになると思ってさ、気をつけて行ったんです。もうなる、ジェットコースター、ま、1個目のジェットコースター乗った時さ、あ、そうそう、高飛車にね、高飛車に乗った時さ、もううるさくて、ココアが、私うるさかった、むちゃくちゃうるさくて、いや早川さんね静かだったよ。じゃあもう、うるさすぎて恥ずかしかったの、うん、だってさ、まだ出発する前なんか、なんか関ジャニの声でさ、うん、それ A じゃないか、それ、うん、そう、 A じゃない、あ、それ A じゃないかか、うん、関ジャニ、それ A じゃないかか、うん、じゃあ高飛車の時もうるさかったの、うん、高飛車ってもうこうやって頭をつけてみんなって全然さ、知らん隣とか前の人に向かってさ、みんな大丈夫、頭つけて2秒で早くなるって違うよ、違うよ、説明してほしい。あのね、これ走りすぎ、もうマジで外国人の方がおって、目の前にもうあの背の高い外国人の方がおって、で、まあ、英語でも説明があったんやけど、まあ、日本人が説明しとって、あのムチ打ちの、それ違うよ、それ高飛車で首回しと、でもうごっちゃになったろって、そうか、そう、たあのあの外国人の背の高い人がおって、あのみんなで首回したり、あのなんか頭をつけて足を踏ん張って安全バーを持ってみたいに説明せとる時に、もう聞いてなかったよ、外国人の人が多分分かってなかったよ、あって首を回したんやけど、でも街のあの左斜め前に追って見えるんよ、なんかムチ打ちになりそうだったんよ、ちげえ、もうみんな頭つけてっていきなりリーダーみたいにさ8人で乗ったんですよ、8人で、8人組で、班長じゃけ私勝手にみんな大丈夫、頭つけてねって踏ん張ってみたいな、誰に向かってまた他人の無理だわ、いやほんまにそうでね、班長はもう焦って、自分はあのなんか説明受けたんよ、あの2秒であの急発進して、2秒か分からんけど急発進して急上昇して、あのムチ打ちになりますっていう説明受けとったんよね、えそれ持ってきて、急発進して、になんかこの映像なんだっけ、映像が切れたら違うか、なんかね2秒で急発進、急発進するから、ここを通り抜けたら2秒で急発進するから、いやここを通り抜けたとか言ってない、もう2秒で急発進、暗い中を抜けたらって言っとらんかった、ちか何にも言ってない、そんなこと言ってない、2秒で急発進して急上昇します、あの急上昇もありますのでって言われたけもう乗って行ってらっしゃい1、2、ギューンかと思うやんそしたらさ
線のと思ったら暗闇の中をムーフーンみたいな言った後に、じゃあ今から急発進しますみたいに言って、本当に急発進したんですよ。2秒ででギューンって言ってね。そしたらでもその前にみんな2秒だよ、2秒だからねそう、2秒で来るよ、2秒で来るよ、頭つけてくださいって言ってで、ね、こんくて全然で、嘘やん嘘やんみたいな、え、こんやんみたいな言って、で2秒で急発進するやん。で、急発進し終わったらなんかゆっくりになって、え、待って、2秒で急発進するってもう一回、え、今のは何、今のじゃない、え、また2秒来る、え、どういうことって言ったら、もう彩香さんも切れて、もう2秒終わったみたいな、もう終わったけみたいな言って、もう怒られとって、私、え、待って2秒来るかも来るかも、急上昇来るかもみたいな言っとったら、もう終わったみたいな、2秒もう終わったけみたいな言って、いつも通りこう言われとるけ、でも横のカップルはめっちゃ優しくて、あの怒られてる私をアフターフォローしてくれて、あの2秒来るかもしれんもんねねみたいな感じでいやもう一回2秒来るかもしれんもんねみたいなめっちゃ優しいカップルがおって、そしたら急上昇始めたんですよなんかさ、すごい直角に上がっていくやん、もう怖かったでさ、思い出したくない、なんていうの、くびれのところに入るやん、くびれね、こうなんかヘアピンみたいにこうえぐって落ちてくよ、上がって上がってえぐって落ちてくよ、こんな感じで、うーひょーみたいな感じ、うん、ね、そこの直前止まる、止まった時がめっちゃゆっくりじゃん、ね、いつ来るいつ来る、え、まだだまだだ、遅くない、まだまだもうずーっとギャー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 叫ぶの隣でマジでうるさかった、でもマジでずっと笑っとったよね、早川さん、何に笑ってるか分からんかったもん、もう怖くて、でもうそれもやばかったよ、もうその、いやほんまに遅いよマジで、どんだけアナウンスするみたいな、自分で踏ん張ってくださいみたいなね、あ、そう、ここで足を踏ん張ってくださいみたいな声が聞こえるね、え、足頭はみたいな、私はもうなんかさっきまで頭の説明めっちゃしとったくせに、急に上になったら足の説明しだしてパニック、マジこっちは、でさ落ちてたよね、もうさ長く怖くて楽しくて怖かったこう絶叫好きなんだけど、あの乗った時は後悔するんよね、あ、怖いみたいな、ビビるよ、まず1個目が高飛車でそれでした、もう疲れた、高飛車やばーって感じ、こんばんは、怖くて乗れない、いやもう絶叫怖い人が乗ったらね乗れないよ、楽しかったよ、楽しかった、めっちゃ楽しかった、え、また乗りたい、だって最後アゲイン一つだけもう一回乗れるみたいななったら、どれ乗るって言われたら高飛車って言って、高飛車のとこまで行ったもんね、そしたら時間がもう今日はもう終わってます、雨も降ってきちゃったしみたいな、そうじゃあ帰るか、失神しそう、失神したよね、早川さん、してないよ、え、いや、え、A じゃないかで、どういうこと、失神A じゃないか、A じゃないか、 A じゃないか、怖すぎた、本当にあの、まず A じゃないか失神じゃないじゃん、別にもう応答なしだったよね窒息したさ違うんだって、あれは安全バーをさ下げられすぎてお腹が痛すぎた、あ、それ藤山ね藤山もうそれはおもろか藤山はもうマジでかわいそうだった私まで2回目に乗ったら何だったかな、それは A じゃないか、 A じゃないかを先に乗ったじゃん、え、2回目に乗ったやつだって2回ピザーラ、あ、ピザーラじゃない、ピザーラじゃない、ピザーラって名前じゃないけど、ピザーラのピザーラの隣にあるやつ、なんだったあれ、ぐるぐる回るやつ、ピザみたいにぐるぐる回りながらこうアームハマーでこんな感じでこういう感じでぐるぐるこういう感じでね、こうワーン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 
みたいなやつがあって、それはもうその時からちょっと雨も降り始めて激寒だったんよ。あ、そうそう、トンデミーナ、トンデミーナ、トンデミーナっていうやつと、みんな調べながら話聞いてください。トンデミーナはこう耳がこう遮断されとんよ。でもう前しか見えんし、早川さんの顔なんて見えんし、もはや声も聞こえんけ、あの始まる前にもね、みんな聞こえるって言ったらね、早川さんが聞こえるよって、あ、ちっちゃくでも聞こえるんやと思って、そこでで、こうでもどっから聞こえてるかわからんかった。上で上にいた時にもう寒すぎて、何怖いとかより私は寒すぎて、あ、寒いって言ったら、寒いねって左側に早川さんおるのに、右からあ寒いねって言ってくれて、え、待って、知らん人が私に話しかけたと思って、これはやばいと思って、その後静かになったもんね私。そしたら後後々聞いたら、あの返事してくれたのは早川さんだったらしくて、隣の人が返事してくれてって言って、私が寒いねって言ったら、あ、寒い寒いって言ったら、寒いねって隣の人が返事してくれたんよって言うから、いやそれ私だけどえ、でも右から聞こえたよって言って、回転しとるからね。そう、もうわけわからなくなったんよ、もうほんまにめっちゃ怖かった。チクチク、誰もいないお家じゃない、いや誰もちゃんと降ってよ、満帆だったもん、満帆、え、これ全員乗っていいんって言ってからさ、飛んでいかんかねとか言いながら、全員乗ってお相撲さんでちゃんと試してるかねとか言いながらね、うん、言ってて、ね、今最先端だからお相撲さん集めなくても大丈夫だよってなんかお相撲さんとかでさを乗せてさ、タメさんとさ、怖いじゃん、うん、ピザーラでそれがあって、もう一個鉄筋家族みたいなね、鉄骨番長、鉄骨番長待って、鉄筋家族って漫画もあるの知ってる、あるでしょ、あの小鉄、あ、痛い、うだやす、うだやす、引っ張られた、ずっと思っとったんよ、痛かったんよ今日、鉄筋家族みたいよねみたいな、鉄筋番長、鉄骨番長、鉄骨番長鉄骨番長も乗ったんです。ピザーラの、ピザーラご飯、鉄骨番長で、まあ、鉄骨番長乗ったんやけどさ、鉄骨番長っていうのは空中ブランコみたいな、振り回されるブランコみたいな、鉄骨番長乗ったんですよ。そしたらさ、もうさ、なんか椅子に座ってただ暴風を受けとる感じだった拷問だった雨と風と、もう雨目にもブワーって受けて、そう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 、なんか寒い、ただもうただ冷たい雨風が、あの浴びるだけ、それを浴びてるだけすぎて、え、もう3分間だったんよ、3分間の辛抱だからとか言いながら、早川さんが下ろしてくださいって叫んで、もういいです、降りたいですって、私はずっと叫んで、いや、あれはめっちゃ寒かったですね。上空じゃけかな、でも結構怖かった、すごい景色が、すごい高い高い高い景色だったんやね。いや罰ゲームだったよほんまに。いや楽しかった、でもあれはあの鳴らしって感じで、まあ、夏にはいいんじゃないね。確かに、え、あの後に乗ったよね、んあの嵐みたいなやつ、いいじゃない、A じゃないかA じゃないかっていうやつはですね、こう席がこう、ま、前回前転したり後転したりするやつ、そうそうそう、前転したり後転したり、部屋涼、え、部屋暖かい、今ここ暖かいよね、うん、寒かったもんね、極寒だったもん、今日お風呂入れたね、そうそうそう、で前転したり後転したりする A じゃないかに乗ったんですよ。え、カメラ回ったら撮れ高あるかね、ないよね別に、ずっと喋ってるもんね私が、うん、でもカメラ回してたら面白いと思う。ココアはジェットコースターとか乗るやついいといいんじゃない、バンジーと昔やった、やったよね、やったシューザンで、うわ思い出した、怖い、 A じゃないかな、だった、あ、 A じゃないかはマジで
怖かったんですよ。後ろから落ちていくんですけど、こうだんだん上がっていくやん。で後ろ向きのまんま落ちていくんよ。でどこまで上がるんっていう感じだし、しかももうそれがこう落ちてる途中に後転したり前転したりして、もうわけわからん感じ。本当にわけわからん。で終わった後に早川さんが窒息して、窒息じゃないよ、放心状態で怖かったと思ってたら、思ってたらバーが勝手に上がってきて、こうあのこうやって肩をさ、こうやってこんな感じで肩をこうやって守ってくれとるやつあるやん。いや、これが腕を通さなきゃいけないじゃん、うん、腕通して安全バーだったじゃん、うん、こうこう、そう、これが勝手に上がってそのまま横見たら早川さんおらんくなってて、で私も窒息しそうだったよ。で窒息すると思ってこうやって手振って、あのスタッフさんにすぐ来てもらってすぐ外してもらったんやけど、横見たら同じ状況で早川さんが、これどうやって腕抜くんっていう感じだった、うん、抜けるんだろうって悩んで、全然喋らんかったんよ。でもビビっとって、あ足がね二人ともガタガタ震えたもんね。あれ怖かった、マジで。ぐったりしとるけど大丈夫手が抜けんかったのよっていや、ぐったりしとったよ。いや本当に手が抜けなかったの、こんな感じ。いや、ぐったりしとったっていやマジこんな感じで動かんのぐったりしとる、ぐったりしとるってめっちゃ嬉しそうに言っとった言ってない。早川さんがぐったりしとったよ ねぐったりしとったやろさっき言ってない。心配だったのにほんまに心配だったのに、泣きそうぐらい。絶対嘘やそれはちょっと思ったけどでもほんまにあのジェットコースター終わった後の私はすっごいかわいそうな感じよね。ボサボサになって、藤山が一番かわいそうだった。そうです、最後に藤山っていうやつに乗ったんですよ。もう目玉商品、目玉商品ね、藤山。もうあのよくあるジェットコースターですよ。上にてて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 て、シューって上がって落ちていくやつで、私は一番前の席の一個後ろだったんですよ。だから2番目の席だったんよ。で前には一人で外国人の方が、外国人の背の高い男の人が乗ってて、でその後ろに早川さんは乗って、その横に私が乗ったけ、前はもういい視界だったんですよ。もうほぼ一番前みたいな気分だったら乗ったんだけどさ、もうさ始まったらさ雨が強くてね、その時にはもう、ああもうそうね、結構降ってたね、うん、でこう始まるやん。でもめっちゃ怖かったっていうか、普通に一番前に乗ること多分私初めて、ほんまにジェットコースターぐらいで、めっちゃ落ちるのも見えるし全部早かったやけど、もうこうパラパラの雨の中にこの何百キロって出てるジェットコースターが飛び込んでいくけ、それが全部私にかかってめっちゃ痛かったんよ、顔が。とにかくわかる、もう痛かったんよ。いや、もうすっぴんになるぐらいだって確かに。でもさ、隣でさ、私は普通に乗ってるじゃん、ジェットコースター。そう隣でさ、安全バーをちゃんと持たんと首がブチブチになるからどうのこうのって、私がずっと言ってるずっと言ってるのにさ、顔が痛い、顔が痛い、やばい、痛いってずっと顔をさ、そう、顔をやってたの。なんでかっていうと、もう一番前じゃけ全部私が受けるんよ。もう、雨よ、私が全部受けるんよ。なのに声がでかい、もうミヤホンみんなこうやって話したい。なのに痛いのに、もう痛いけこうやってやっとんのに、もうムチチなれよって言って怒って、横でもうちょっと半切れ、持ちなさい、半切れで、でもう半切れで言われて、でも痛いんだもんって言って、もうそんなの信じてくれんのよ、痛さをね。で終わった後に最後助走するやん、助走、あの助行で最後も帰っていくやん。私の方見たら、え待って、なんで濡れたみたいな、えどういうこと、なんでそんなあとびちゃびちゃなみたいな言って、私はもうもろに雨を受けてたのって、えなんで私はみたいな、前におるやん盾がつって、もうでえどこどこっつったら、その前に座ってた外国人の方もべっしゃべって、そうもうさつって、そう私と外国人の方がすごい、だからみんなの盾になったわけですよ。
で終わった後に私だけすっごいびちゃびちゃで、もうお風呂上がりぐらいで、早川さんになんで私は濡れてないって言ったら、前がおるよって言ったら、早川さんがその外人の方、外国人の方の顔を覗き込んで、で顔を覗き込んで、でギャーって笑ってるんですよ。それ外国人の方ももうなんかもうびちゃびちゃだよみたいな顔しちゃって、いや私ももうびちゃびちゃだよって、私も二人で私たちびちゃびちゃだよ私がええそんなに濡れたんってびっくり、二人を見ながらびっくりしてて、そんなに濡れてんのみたいな。そしたらさ、私の後ろにいた人たちもさ、うん、みんな私を見てね、こんなに濡れてんのこの子たちみたいな顔して帰ってったよね。いや本当にそう、めっちゃ見られたもん、めっちゃ信じられんぐらい見られたし、えもうびちゃびちゃなの本当に、風呂上がりタオルで拭きます、拭いてませんぐらいの濡れ方だったもん。めっちゃ痛かったマジで。雨も滴り落ちた水もポタポタ、うん、ポタポタ、前髪なんてないし涙も出るし、本当に涙も、どうしたん、何そんな濡れてんのじゃけもう立てね、じゃけもうなんか痛いのに、じゃけ途中はムチ打ちになるけ持ってって言われたり、じゃけ顔を隠してね。そう、危ないじゃん、マレーシア行く前にジェットコースター乗ってムチ打ちになるって言われたらさ何しとんってなるじゃん。もうちゃんとバー持ってって言って、そうめっちゃ左右に振られるし、そうそう、こんなんやったらもうこんな、私はそういうとこじゃない、もうこんなあー顔がやられると思ったんで、いや信じられんかったわ、マジで勇者よ、ほんまに盾の勇者よ、私とあの外国人の方マジ通じ合ったもん2人でねほんまにおもろかったのマジで、外国人の人を覗くえ私がびっくりしてた苦笑いしてたね。いやマジでマジで痛かったよ、もうマジでなんでこんな濡れてんのこの二人って感じだった同じものに乗ったとは思えん感じだったよ。いやこれはね計算外だったね、マジで早川さんをこっちの席にやるべきだった、ひどいけどなんでかって言ったらね、私あのジェットコースター目開けていたい派なんですよ、怖いけ。早川さん目つむっとるけ、いつも絶対そっちの方が怖いのにね。いや怖かった、チラチラ開けとるよ、うん、私はずっと開けてる、怖いもん、何が起こるか分からん、何が起きてるか分からん。あーおもろかった。いや他にもおもろいことあったんやけどね、いやあのびしゃびしゃ事件がもう本当におもろかったよね、衝撃すぎた、そんなことあるみたいな、えなんでそんなの本当にえどうしたのみたいな、そんな感じだったもう声出んかと思ってじゃけん雨がってえなんで私はみたいな言うけ、だから前におるやん盾がって今は後ろの人の盾は私やからって、荷物を下ろすところでね、外国人の人の顔のぞっこんだ、もう信じるベッタベタだから、いや笑い転げたよね結構、もう後ろえーっつって、私がえーっつってびっくりして笑い転げたら向こうも笑ってた、そうなんよ、いやおもろかったよね、あったやんけな、あともう一個おもろいこと、もう忘れた、いろいろありすぎて全部飛んだ、ほんまに。こんばんは。いやおもろいどころの騒ぎじゃなかったよマジで。雨はやっぱり大変ですね。うん。ほんまにおもろかった。なんで今日目キラキラなのって、確かにあれじゃない、やっぱ打たれた系じゃない、雨にマレーシアにもあるんかね遊園地、あるんかね、あちょうどさそれさ田辺さんの時さ、うん、収録始まる前に話して、うん、なんか
あのシンガポールには USJ があるらしいよ。そうなんだ、うん、いいじゃん。もう1日で全然楽しめるし、待ち時間はもう日本と比べて全然ないけって、あ、ないよって言っとってから、え、そうなんやと思って。シンガポール、シンガポール行けるじゃん。行ける、東京名古屋間の距離だから。そうよね、そう思ったらもう行けるわ。ユニバーサルスタジオジャパンなんかな、シンガポール、ユニバーサルスタジオ、いや、シンガポールよね、かっこいい。USS 今度シンガポール行くの？いいな。今度マレーシア住むよ。ウスじゃないぞ。ファンクラブイベで富士急ハイランドよろしく。え、もう一回行きたい。絶対楽しいよね。でも54歳でね、もう乗れなくなるからね。 A じゃないかは、 A じゃないかね。なんかさ、もう A じゃないかもさ、そのなんだった、関ジャニの人、うん、あのなんかめっちゃ喋ってるみたいな、あのそうそう、あのアナウンス、なんかさ、並んでる時に関ジャニの男の子たちの声でさ、うん、なんかこう説明されるんよ。なんかそう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 、コラボみたいなで、ね、なんかやってんのよね。そうそうそう、あのバーは安全バーを持ってとかさ、頭をつけてとかいうのもめっちゃリアルな感じでなんかアナウンスされるんよ。やけん壁一、ま、あの待ち時間で壁一枚挟んだら私、え、まじそこにおるみたいな感じにおるみたいな。おるわけないえ、なにそれ、日替わり日替わりでバイトしとんの、なんちゃんにが安全バーをつけてもうさ、なわけないじゃんって。恥ずかしいこと言わないで。え、ウエスト、いや、わかんない。え、関ジャニじゃないのかな。ウエストなの、知らない知らない、ちょっとわかん、ウエストって、ウエスト、ウエストドットドット、なんかついてる、わかんない。そう、めっちゃリアルな感じで音声が、もうパニックなよ。でも始まる前はもうずっと私ずっと喋っとる。スピーカーいいんかな、え、どうなんかな、なんか喋ってる感じでねスピークしてくれる系ね。あのそう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 、あのめっちゃリアルな感じだったよ。おると思うぐらい。いやー楽しかったね、爽快感。マジその雨に打たれたやつは結構ちょっとガクガク震えちゃったね。寒くて、寒かった。あれはね、いや痛かったしね、何より。なんか今思い返せばもう痛かったしか出てこ。帰りに食べたね、なんだったかな、ほうとう、ほうとうが美味しかったんよ。ほい、もうちょっとで終わりでしょ、12時よ。あ、そうなの、あ、思い出、あのキッズタイマーが出てきた。いい思い出になりました。あ、お風呂にも入らんとき、お風呂に入ります。じゃあランキング読むね。13位、マキマキ。12位、バオバブ。11位、タイムファイヤー。10位、スバル。9位、アユム。8位、タクゾ。7位、松岡さん。6位、スエン。5位、コカナシ大チョキ星人。4位、ウマちゃん。3位、ライトニング。2位、コニョ。1位はコーラ。ありがとうございます。配信を見てくださってありがとうございます。皆さん、ファンクラブイベントのあの
なんだ発表もあって、もうして今週末からはあのツアーもあって、最後 ST ホテトのとしての最後に最後のツアーになるので、ぜひ皆さんたくさん足を運んで、遠いかもしれんのんだけど、あの来てくれたら嬉しいですね。ファンクラブも嬉しいです。待ってます。皆さんぜひ瀬戸内に住んでる方は来てください。はい、あとはそうですね、そんな感じ。ファンクラブイベ待ってます。壮行会待ってます。壮行会も一緒に考えてくれたもんね、早川さんね。うん、壮行会ね、うん、来た方がいいよ。来た方がいいよ、だって壮行会ちょっと短いけどね、あの卒業じゃないからさ、うん、コーナーだけどさ、うんうんうん、それでも来た方がいいと思う。これでも来た方がいいね。昨日もう本当に あんたたち元気だなと思われるかもしれないんですけれども、今日は富士急ハイランドに行って、あの昨日は夜中夜まであのカラオケに行ったんですよねそこで練習したもんね、壮行会の。そうそう、セトリ歌ったね。歌ったんよ。そう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 、さあもう泣きそうになって、私がもうえやばい泣きそう。なんか今まで全然さ、移籍発表してからもさ、泣くかな私っつって、うん、泣いてなかったじゃん私だって、うん、まず発表してからも前向きに、てか自分から立候補したし、自分から立候補したのに泣いたらさ、これ12時で終わりなんよ。うん、そうよ。なんかもう今から5分ぐらい喋るみたいなネタになってるけど、ほんま忘れた、なんて話しとった私今、何の話しとる今でも切れるんだって壮行会絶対来てくださいっていう話ですね。ナイトライン、私ナイトラインよねみたいな、カラオケ行ってみたいな。そうそうそう、泣きそうなタイム、今まで泣いてなかったんだけどさ、移籍発表して、だって自分から立候補したのに何泣いとるんって思われちゃうし、 でも壮行会のやつやっとったら